行くぞ。はい、どうも、ラマックスです。今回ですけども、オープニングでもあったように、9月19日土曜日に情熱ハーフマラソン2020に出場します。この動画をまず撮ってるのが9月14日なんですけども、この後僕の体調が崩れたり、あと大会が中止ってならない限りは一応出る予定なので、その大会に向けて目標だったり、まあ意気込みであったり、不安材料だったり、課題だったりをこの動画で話していきたいと思います。で、この動画で話すことによって僕自身の言い訳の逃げ道を塞いだりとか、あとは自分自身にプレッシャーをかけるという意味でしっかり話していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まずこの大会の概要なんですけども、板橋区の荒川戸田橋陸上競技場でがメイン会場になっていて、まあその会場を中心に河川敷の方に出て、まず右に行って、で戻ってきて、左に行って戻ってくるという形で、一周約5キロちょっとを4周するというハーフマラソンの競技です。まあ、スタートが10時で、まあ、今回のこの大会の一つの特徴として、まあ、午前の部と午後の部に分かれていると。なので午前の部で仮に優勝、まあ、1位でゴールしましたと。だけども午後の部の人が早ければ結局優勝じゃなくて、総合では優勝できないということになるので、まあ、順位とタイムにもちょっとこだわっていかなきゃいけないのかなと思っています。まあ、大会の概要的にはこんな感じですかね。で、僕自身、7ヶ月ぶり、2月の熊本城マラソンから7ヶ月ぶりのレースなので、まず不安材料としてはそのレース感がないのかなというところ。まあ、2月の頃、まあ、1月2月とレースが3本ぐらい出たんですけども、その時は、まあ、結構レース感もすごいあって、まあ、ある程度同じ実力であったり、もしくは僕よりちょっと強い人であればほぼほぼ勝てるなというすごい自信があったんですね。まあ、駆け引きとかでうまくやりくりすればある程度の人は勝てるかなと思っていて、すごい自信があったんですけど、今現時点で7ヶ月も経つとそういう自信は全くないというか、まあ、0以下でも0以上でもない、本当フラットな状態なので、それがどうなるかっていうところがまず一つ不安材料と、あとレース自体が僕の中ではすごい練習になってるなと思っていて、まあ、去年10月からマラソンを、まあ、6本走ったんですけども、やっぱ徐々に感覚が良くなっていって、まあ、熊本城とか、紀州駆逐馬のマラソンの方で、まあ、自己ベストに近いタイム、ベストを更新したりとかもしたんですが、まあ、やっぱレース自体がすごい練習と、例えばマラソンで 42.19 キロを練習で走るってなるとちょっと辛いんですけども、レースだと3分20とか3分30でしっかり押していけると。で、ラストも粘ることもできると。でも練習だとそれってなかなかできないということがあるので、前のマラソンが練習になってそのマラソンが良くなった、またその練習マラソンが次のマラソンに向けての練習になってるっていう形があったので、まあそれが、7ヶ月間レースがないので、そういう練習以上の練習というか、試合ならではの追い込みっていうのができてない分、まあ実際それがどういうふうに働くのかっていうところが一つ不安。もう一つは、あとは気温ですよね。週間天気予報を見ると、当日が曇りもしくは晴れという状況で、最高気温が31度で、最低気温が21度というふうに今現時点では出ていました。まあ、もちろん変わるかもしれないんですけれども、僕の暑さに対する免疫力、耐久力っていうのが多分28度前後というふうに僕の中では感覚があるんですけども、まあ、午前中の10時なので、もしかしたら、まあ、28度まで上がらず25、6、7ぐらいで落ち着いてるところで走れるのかなっていう可能性はあるんですけども、一応最高が31ってなってるので、まあそこまで暑くなってしまうと僕個人的にはかなり厳しい戦いになるんじゃないのかなと。まあ、ただあとは日差しの問題もあって、曇りから晴れなので、曇りってのは午前中で曇りであれば仮に30度でももしかしたらいけるんじゃないかなっていうところもあるんです。ちょっとその辺が、まあ、まだまだ読めないところで不安材料かなと。以上が3つ不安材料のところで、まあ、この後期待であったり意気込みだったりを話すんですが、まず課題というか、まあ、意気込み、楽しみな部分、ワクワクしてる部分はまず久々の試合だっていうことで、まあ、楽しみな部分が多いですね。やっぱ7ヶ月間本当試合に出な、まあ、怪我もしてなくて練習もしっかりやっていて、7ヶ月間レースに出ないっていうのは多分僕の陸上人生の中でほぼほぼないのかなと。なのでその辺も含めてすごい、まあ、大会を開催してくれることに感謝を込めつつ、思いつつ、まあ、楽しんでいきたいなという思いと、あとアルファフライを履いてレースに出るのは今回が初です。で、練習でいろいろアルファフライは履いてはいるんですけども、
レースペースで21キロ、要するにハーフマラソンを走るってのは今回が初なので、まあその辺がどう足に影響だったりタイムに影響するのかっていうところが少し楽しみな部分。で、一つ課題としてはアルファフライ当初、まあ厚みが約4センチぐらいあるということで、曲がるのが難しいと。厚底で曲がるっていうのが難しいと。で、今回は5キロコースを4周すると。で、折り返しが1周につき2回あるので、トータルで8回折り返しがあるんですね。その折り返しが実際その180度ターンがアルファフライでどういう感覚になるのかと。で、前半の足に力がある時の折り返し。で、後半足に力がなくなってきてる時の折り返しの感覚がどういう風に出るのかなというのも一つ、まあ実験というか楽しみな部分でもあります。であとは、さっき言った、まあ、レース感がなくて、レースの、なんていうんですかね、ピリピリ感とかも味わうのもすごい楽しみですし、まあ、あとはその、レースが練習になってると。逆に言えば、その練習を7ヶ月間やってきたのが、実際どういう結果になるのかっていうのも、ある意味今までなかったので、その辺も楽しみかなと。7ヶ月間、しっかり、その、怪我自体はなかったので、まあ、しっかりやってきたと。もちろん体調的に、調子が落ちたり上がったりはありましたけど、しっかり練習できてきているので、その辺がどういう反応を起こしてレースに影響されるのか、するのかっていうところが、まあ一つの楽しみかなと思います。まあその辺をしっかり楽しみながら、で、不安材料もちゃんと考えながら、レースをしっかり進めていきたいなと。で、これはあとは実験っていうわけじゃないですけど、今後に向けて、まあレース以外の部分なんですけども、まあやっぱり感染予防対策についても少し考えながらレースをしたいなぁと。っていうのも、今回、情熱ハーフマラソンでは、まず、いろんな大会側が感染予防対策をいろいろしてくれています。まず体調管理の管理表。まあこちらに提出用というこういう紙があるんですけども、まあ体温チェックが12日から約1週間前ぐらいからですね、体温チェックをするのと、まああと喉の痛みがあるかないかとか、いろんな体調のチェックをするこのチェックシート、これは必ず書いて大会当日出すということと、入り口で、まあ入り口が1箇所に絞られてるらしいので、まあそこで提出プラス体温チェック。で、あとは、3箇所が今回はこういうマスクだったんですね。これも通常であれば T シャツとか、まあタオルとか、まあご当地名産の、まあ僕もらったことはコップとか箸とかそういうのをもらったり3箇所とかするんですけども、こういうマスクってのは、まあいかにもこのご時世だなぁと、まあ当日はこれをつけて、行きたいなぁと思っています。まああとはそのさっき言ったスタート時間を午前と午後の部に分けてリスクを減らすとか、大会側がいろいろそういうふうに、まあその感染予防対策をしてる、くれてはいるんですけども、やっぱ自己防衛、自分でできる感染予防対策っていうのもやっぱりしっかりしていかないといけないのかなと、大会に任せっきりで大会の言うことを聞いたから OK ってわけではなくて、言うことを聞きつつ、さらにプラスアルファ自分で自己防衛もしていかないといけないのかなと。で、実際考えて思いつくことっていうのはそれにあって、まあもちろん、消毒の液体を持ってって、こまめに消毒するとか、あとトイレの時間とかを、まあ、大体スタート前がかなり混んでしまうんで、あえてずらすとか、まあ、いろいろその辺はそれなりに思いつくんですが、実際に大会に行ってみて分かることってのは絶対あると思うので、この今、大会が小規模で開催されてるうちに、そういうのを学んでおけば、いざ1000人、5000人、1万人の大会規模のレースが開催された時に、自分での予防対策ってのがスムーズにできるのかなと。まあもちろん1000人1万人とかなるとなかなかその密を避けるってのは厳しいかもしれないんですけども、その中でいかに自分で工夫してやるかってのをこの小さい規模の時に実験しておけば、まあ多少なりともその確率ってのを減らすことができるかなと思うので、その辺もちょっとそのレース以外の部分ですけども、学べる、まあ勉強してこようかなと僕自身は思っています。で、最後にこの大会の目標なんですけども、もちろん優勝あるのみという形ですね。僕自身このランマックスチャンネルを始めて言ってはいると思うんですけども、まあ、とにかく勝つことにこだわっていきたいなと。で、例えば自己ベストを出しました。で、2位でした。っていうのと、自己ベストは更新できませんでした。でも優勝できましたって言ったら僕は優勝できましたの方が、まあ結構いいなと思っていて、それは2019年の熊本城マラソン僕は3位だったんですね。で、2020年のこの前の2月の熊本城マラソンが優勝と。で、3位だった時に、まあ確かにタイムもその当時自己ベストだったと思うんですけど、20秒ぐらい自己ベスト更新できて、すごいタイム的には満足したんですけど、3位で、やっぱゴールした後の扱いというか、対応がやっぱ3位と優勝者ではかなり違うと。
優勝した方は、基本的にはその、なんかブースみたいなところに呼ばれて、テレビ局でインタビューだったり、いろいろこう、月桂樹とかつけてもらったりとか、してたんですよね。で、3位の僕は、そういうのもなくて、まあ、新聞記者の方に少しインタビューはされましたし、新聞記事も次の日の大きさも全然違うと。なので、自己ベストを更新したっていうのは、あくまでもすごい自己満にしすぎなくて、目に見えて、一番わかりやすいのは優勝という形がすごい、その後にもかなり響くというのがすごい実感であったので、とにかく今回も勝負にこだわっていきたいなと。ただ、先ほども言ったように、午前中と午後の部ってあって、ある程度タイムも出さないと優勝、総合優勝ってのはできないので、それを考えると目標としてはやっぱ70分は切っていきたいなと、3分20秒のペースは切って走らないと優勝は厳しいんじゃないのかなというふうに僕の中で思ってるんで、やっぱ70分切りを目標にして、なおかつ優勝をしたいと思っています。まあ作戦としては最初、まあ1キロぐらい様子を見て、まあ3分20ぐらいであればそのまま流れていけばいいなと思いますし、逆に3分30とか遅ければ自分でしっかり前を引っ張ってどんどん積極的に行きたいなと。逆に早い分にはできる限りとにかく粘ってでもついていくという作戦で、基本的にはまあメンバーにもよりますけど、一人僕の知り合いで2時間20分ぐらいの選手が出るので、まあそことの兼ね合いも含めて、なるべくならその70分を切れるレースっていうのをしっかりしていきたいなと。もちろん気温によってはもう少し早くもしくは遅くなるかもしれないですけど、この70分ってのを意識してレースを進めていきたいなと思います。ただまあ基本的には久々のレースなので、しっかり楽しんでレースの緊張感だったりピリピリ感も楽しみつつ優勝を目指して頑張りたいなと思っています。基本的には応援ってのは会場には来てはいけませんよっていう大会概要にも書いてあるので、応援はできないと思うんですが、少しだけでも気にかけてくれればなと。例えば10時スタートなので10時半ぐらい、ああ今走ってるんだろうなぐらい気にかけてくれれば、僕個人的には絶対目に見えない力ってのがあると思うので、ぜひその辺も気にかけてほしいなと、ここの中で少し応援していただければなと思います。で、土曜日にレースがして、日曜日には結果報告という形で、まあ、動画も上げたいなと思っているので、その辺も楽しみにしていただければなと思います。応援よろしくお願いいたします。以上、ランマックスチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。